さて、危ない。今日はちょっと遅れるとこでしたね。危なかった。ポコポコさん、おはようございます。おかえりなさい。カレシカさん、おはようございます。サチだよ、イキューだよ、ぜーん行くよだよ。あ、そうか、今日始業式って言ってたよね。おはようございます、おかえりなさい。検診0811、イクヨさん、今日は休みだね。そう、今日はお休みなんですね。今日お休みだから、昨日、仕事終わった後に、あー、ゆかちかさん、おはようございます。さけなさい。そう、昨日仕事終わった後にね、2月に、そこ行くよ、12時間配信ありがとうございます。おはよう。あー、ゆかちかさん、おはようございます。のんびり一人で朝ごはんと、行くよさん、最高ですな。あ、本当に久しぶりだよね、これ。春休み長い間お疲れ様でした。お疲れ様でございました。いや、でもそっち早いんだな、始業式。あのね、福井の、小学生は10日かららしくて、この週明けか。はい、行くよ。1318。今週明けですね。全員行くだよ。あー、いちさん、おはようございます。お帰りなさい。そしてサブスク、6ヶ月サブスク、ありがとうございます。6ヶ月連続、6ヶ月連続サブスクですね。ありがとうございます。ナイスサブ、1318、6ヶ月ナイスサブスク、ありがとうございます。福井は日本じゃないから仕方ない。いや、福井も日本読めるでしょ。福井って読めるでしょ。なんでかわかりますか。
検診なんでこれが福井って読めるかわかりますか？日本語だからなんですよ。知らなかったですか？日本語なんです。私の言ってることわかりますか？聞き取れるし、なんて言ってるかわかりますよね。何せ私が使ってる言語が日本語なんだ。日本語だからですよ。そういうこと。行くよさんはグローバルだからね。そういうことで、そういうことで、あ、やべ、なチャンネルのあれまだ変えてないわ。チャンネルのあれまだ変えてない。そのへーは一番興味ない時のへーなんですよ。そのへーは。そう。で、友達が、今年の2月にバーをオープンしたんですね。なんかクラフトビール、検診08ビアバー、行っちゃいました。ビアバーみたいな。はい、今日早めに言っちゃいましたね。早めに言っちゃいました。そう、そのビアバー行ってきたんですよ。美味しかった。いろんな、本当にいろんなクラフトビールが飲めて、初めに飲んだやつがすごいなんか。クラフトビール言ってんな。ねえ、流行ってるよね。コンビニとかでも売ってるぐらいやもんな。そう、美味しかった。で、なんか初めに飲んだクラフトビールが、チョコレート。チョコレートのクラフトビールで、見た目は、なんか黒ビールみたいな、黒いビールなんだけど、ほんのりこう甘い。甘いビールっていうのを飲んで、へえ、こんなのもあるんだなと思いながら飲みまして、夜な夜なね。あれもクラフト、あれ日本のクラフトビールよね。そうそうそう。そんなにいっぱいは飲んでないんだけどな。そんないっぱいは飲まずに、でその後中華で中華屋さん行って、ハルシカポンポン、ヤッコーブルーイング社が安定なんよ。締めに、ラーメンを食べて帰ってきました。で寝たのが4時前だったっけな、3時半4時ぐらいかな。で朝ですよ、さっき頑張って起きたらちょっと頭痛いんよ。いやー、なんでだろうな。ヤッホーブルーイング社がそんなに日本のそのクラフトビールの会社、夜な夜な作ってるとこか。ヤッホー、ヤッホーブルーイング、ヤッホーブルーイング、ヤッホーブルーイング、ビール製造メーカー、はい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 。ヤッホーとキリン提携って書いてある。へえ。あ、夜な夜なのとこね。やっぱへえ。あ、なんかいろんなビール、晴れの日仙人、クラフトザウルス、正気のサタン、 0.7% の IPA。 皆さん詳しいな。ねえ、みんな詳しいな。全然知らなかったんだけど、山の上ニューイ、へえ、夜な夜なエール、なんかいろんな全然知らないのもある。へえ、IPA ってなんだ。ハルシカポンポン、昨日飲んでた時も、ね、独特よね、ヤッコーブルーイングは。裏通りのドンダバダ。インドの青鬼、すごいな。水曜日の猫、サンサンオーガニックビール、東京ブラック、僕ビール君ビール。なんかいろんなのあるな。へえ、IPA ってなんだ。
昨日もね飲んでたなんかクラフトビールの中にその IPA ってあって、 IPA 半鹿ポンポンドンダバダ、週末に旦那が飲んでたわ。へー、おしゃれやね。おしゃれよ、週末のビールはクラフトビールでつって。ちょっと IPA だけ調べて、気になってきたわ。 IPA ってなんだ、昨日聞けばよかったな。クラフトビール IPA、 IPA はビールの原材料の一つであるホップを。イパはなんか賞取ったんじゃなかったっけ。ゆかちこ、昨日人生初の整体院に行ってきたんですけど気持ちよかったです。生体院、人生初の生体院。へえ、初めてやったんだよ生体院ね。何や、あの骨ゴキゴキ鳴らすやつかな。気持ちよかったんならよかった。なんかこう揉み返しとかないですか。ハルシカポンポン生体行ってみて。じゃあ IPA はホップを大量に使用して作られるビール、正式名称インディアペールエール。へえ、だから何っていう、だからってよく分かんないんですけど、イギリス発祥のビールスタイル、はあ、らしいです。 IPA イッパ、賢くなったわ。やっていこう。全然、あ、ちょっと待って待って、帰ってきて帰ってきて帰ってきて、あ、リフト閉じちゃった。なんかやってたっけ。何もやってないな。ハルシカポンポン、朝から酒の話が盛り上がりますな。検診0811、忘れないようにね。忘れないように、いよく忘れちゃうか。これ 10m になる距離で捕まらずに60秒間隠れる。あと何だっけ、これリニューアル、ブレイキングダウンにしとっか。適当、適当すぎる。あとはなんだ、逆境なしさ、アフターケアでしょ。安心感な、安心感ちょっと忘れがちだから、安心感もなんか変えるか。チェイスパーク、チェイスパークにしとく。あのしなやかな、俺しなやかうまく使えないんだよな、すぐ窓枠飛ぶからさ、すぐ窓枠飛ぶから、しなやかあんまりうまく使えないから、なんか助けて、選べません。逃走術苦手なんです、使いこなせないんです。何かアドレナリンでもつけとくか。生体な、生体、カイロも生体、カイロプラクティックも生体かな。一時期よく受けてた時期があったな、その中学校の1個目の先輩、まあ友達なんだけど、先輩、ハルシカポンポン、何それ。あ、知らない、カイロプラクティック。ユカチコ、イラストで隠れてパーク構成全然頭に入ってこない。いや、そうか、はい、そう、ここでもうこういつでもつけたり消したりできるんですね、カイロプラクティック。あのね、生体、生体よ、多分生体と一緒よ。はカイロプラクティックはその骨、ほら海外でさ、こうこうさっさと消しやがれ、こうこうしてる人、こう抱え込んで、バレ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 、あの骨格をその正しい位置に戻すみたいな。生体よ、生体、
生態です。まあ、海外の指だから。音しか頭に入ってこない、まあ、とにかくこう骨の歪みを直すやつだ。マッサージの、マッサージに似て、マッサージの上みたいな。マッサージはコリをほぐすでしょ。カイロプラクティックは骨の歪みを直すんですよ。はい、っていう感じの、資格を取ってきた人がいて、その友達が行かれたのかと思った。そう、カイロの説明します。カイロプラクティックの説明。来たよ、ハルシカポンポン。あー、伊藤さん、おはようございます。おかえりなさい。いや、だからね、生態と一緒だと思うんだよな。今、カイロプラクティックの説明をしていました。そう、生態と一緒だと思う。でもなんか多分ね、ちょっとなんか違うんだけど、まあ、ジャンル的には一緒かなってやつをやってて、でオープン当初はよく行ってたんですけど、そう、骨の歪みとかね、でやっぱ仕事柄、立ち仕事なんで、生体生きてでもめんどくさい。わかる、わかるよ。立ち仕事だからね、足がもうやばいわって言われてた、ずっと。自分じゃそんな思ってなかったんだけど、この太もも、ふくらはぎらへんがもうパンパンすぎてやばいって言われてましたね。ゆかちこ、整体とカイロプラクティックの違い。オッケー、グーグル。整体とカイロプラクティックの違いを教えて。ペポン。ゆかちこ、ググってみるとおもろい。あ、嘘。意外と違う、あ、意外と違う感じ。この人は大丈夫かな。ゆかちこ、整体。整体、整体とは、あ、なんか昔のことちょっと思い出して笑ってしまったんだが、だいぶ昔のそのミラティブ時代の話に戻るんだけど、全然関係ない話でしょ。さっと聞いてさっと受けないですよね。あ、なんかこうゲームやってて、遠路とか言うじゃないですか。例えばなんかちょっとセクシーなコスチュームとか出てきた時に、生体通うの面倒くさいけど一度行ってみて、今の自分の体がどういう状態なのかを聞くだけでも意識が変わる。ああ、わかる。そうそうよね、それある。よし、ちょっと待ってよ。まず江戸の話からいくね。遠路って言ったら誰かが、ハルシカポンポン、そうそう、遠路って言ったら誰かがエッドって言うんですか。早くよ、エッドって言うんですよ。って言ったらまた誰かが江戸っつって、はい、行くよ江戸って言って、ウィキペディアの江戸とはみたいなのビャってこうコメント欄に貼るっていう流れがあったなと思って、懐かしいなと思って一人で笑ってました。何言ってっかわけわかんないでしょ。あったんですよ、そういう流れが昔で。そう、整体とか言ってさ、自分の体がちょっとこうこっちに曲がってるから、普段から意識してこうまっすぐになるように意識しとくといいですよとか。ハルシカポンポン、独特な流れあったね。ね、あったよね。コールドファームやロトンフィール。ちゃ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 、そう、独特な流れがあったんやな。びっくりした、ビルジー、こことかもどっからでも来てくださいの場所だね。あ、3人だったから離れたんか。あ、ビルジーよね。
ほっ。そう。結構最近はさ、ほらみんなスマホ見るじゃないですか。だから、こう、首が前に出て、こう下に落ちてるよね。ないとか。首が前に、え？あー、来たよー。結構首が前に出て、おー、びくそー。首が前に出てこう下に落ちてるんですよ。それを意識して戻すといいよね。ちょっと肩触られるだけでも大体すごいですね。言われるからちゃんと見てもらった方がええねんやろなとは思うよ。あー、肩こりな、肩こりもな。隠しようか。私アフターケアなんで。私アフターケアなんで。ナイス。来てるよー。痛ーい。ゆかちこ、あっちだよ。首の骨が逆向いてるって言われたのかを。おっつ、首の骨逆はやばいな。あ、ちょっと待った。あ、またまた帰ってきて。よしよしよし。あ、まずい。それクロちゃん大丈夫？アルシカポンポン、なんなんさっきから。何が？あ、今止まったのはあれです。最近よくあるコントローラーがなんか接続切れるやつで。あ、まずいかも。クロッチェーン。ストレートネック通り越して首の方が逆向いてるか、なかなかですな。いやでも首は気をつけた方。あれ、クロちゃんほっとかれてる。ハルシカポンポン、コントローラー調子悪いのか。そう、コントローラーというかあれかな、上がっていくスタイルなんですね。首の骨つらそう。多分ね、ホードなんかな、ホードがあれなんかな。どこ行くよ、エスミー。エスミーさんちょっとテンション高くてスコ。すみません、爆発させてしまいました。すみません。ゆかちこ、後巻き方がすんごい。うわあ浅はかな、浅はかな行動してしまった。巻き方もすんごい。だこういうこと、こう、こう巻いてますよっつって。最近どう、肩巻いてるっていうぐらい巻いてる感じですか。Thank you。あっち行くと見せかけて、ナイスビルズイー。
いやでも骨の歪みはやっぱできるだけね綺麗に直した。ほーん。なんで？びっくりした。うわー。シャイ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 。あれいたいた割れとる。あやっつんだやっちゃった。もうこれしかないです。もうできるだけ端っこで倒れるしかなかった。あそこに二人、あれはめぐみ。満電車でマイリュックするんだけど秒でリュック。あーなるほど、こうなってるか。あでもなそっか電車な。そうか、そうだね、電車移動だともうどうしようもないもんな。僕行くよ、福井は満員電車ないから。前でしょ、あります。福井もありますよ。朝のあの通勤通学電車、あれはねすごいんだから。一回だけなんかありがとう、一回だけ乗ったことあるんだけどね。ゆかちこ、大会で勝ってくらいの端っこダウンナイス。よし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 。よいしょよいしょよいしょ。おっ、はるしかポンポン。東京の真ん中の満員電車にはビビって帰ったのに。そう東京、いやでもまあレベルは全然違った、レベルは全然違った。東京の満員電車レベチ、あれはマジでやばかった、本当に怖かった。おい行くよ、お前乗れんのかなと思って自問自答した結果そのホームから出ていきました。いや僕はそんなに今急いでいないと思って、ちょうどね朝の出勤時間にかぶったんかな、朝の出勤時間にかぶったあの上回りの電車は何電なんですか。東京の山手線。ぎゅうぎゅうで内部圧迫されて息ができない。はじけるラムネ、山手線とか東急東横線、京葉線とかですか？なんか上走ってるやつ、山手線かな。ラムネさんおはようございます、おかえりなさい。山手線だったかな、最強線、何線だったかな、とにかく上走ってるやつに。上走ってるやつにあのホームまで行って電車待ちました、電車来ました、電車来ました、開きました、もうここまで人が入ってました。それを見て乗らずにこう閉じてその電車は行きました。マジでビビった、あのありがとう、あのあれはビビったわ本当に。はじけるラムネ、わらわら、私が乗ってたのは東横線、上走ってて横浜と渋谷をつないでるやつ。ゆかちこ、山手線はまだ可愛い方。なんかね東京一周ぐるーっと回るやつ、東京一周ぐるーっと回るやつです。はじけるラムネ、山手線ですね。あれがどんだけ進む、あもうほとんど
ほとんどゼロに近い。ほとんどゼロに近いわ。一発殴るの。あ、ごめん、またこっち行っちゃった。近い。あれどうする？あー、ここ2台守ってんな。東急東横も朝体験してほしい。ダブルドアまでギチギチにいるのに背中で押して入ってきたのに殺意が湧きました。いやーすごい、マジでマジですごい。本当にその都会のその満員電車話は本当にすごい。あ、ありがとう、回復してくれるんだね。いや守ってんねー。東急沿線もすごそう。これどっちか、これあの2つにプレッシャーかけ続けてどっちかつけないとこれ無理だな。ビルジーだけまだ見えてないよな、オーラが。お、ビルジーなんかまちょっと触ってくれた。あの回り具合はあの2台のどっちかだな。行こう。あそこでやっとるわ、あそこにいるわ。はじけるラムネ、面白いですよね。2、3分で電車来るのに毎回満員ですもん。え？あ、やば、あれ切られるんでね。いやすごい、本当にやっぱ東京ってすごいわ。どっちだ？俺か。おじいちゃん、めぐみにしとった。ギリギリをここだな。ギリギリはここだ。ほら、ギリギリはここだ。もうちょいいけるな。ギリギリはここだ。もうちょいいけるな。ここぐらい。よし。ムカチコ、最強線は満員電車の混雑もやばいけど痴漢発生率関東沿線ダントツナンバーワンらしい。何？最強線？わかりました。最強線に乗りまーす。どう？びっくりした。そんなふざけたこと言ってる場合じゃなかった。ハルシカポンポン。切られるんかい。でも追っては来ないんだよな。ハルシカポンポン、行くよ。さんが痴漢されに行くの。いや、今のは軽率な発言だったわ。え、痴漢されるの？検診0811、何言うてんねん。何言うてんねんですね。今のはちょっと軽率すぎたな。軽率すぎた。あ、やった。ついにこれでビルジーともつながれる。君も行くようにならないかい？君も行くようになったねー。やっぱこの人職質した福井県警って有能だわ。大丈夫？近いけど大丈夫？なんかゆっくり来てるけど大丈夫？ゆかちこ、たまに調子に乗って出現するけどすぐ気づく、行くよ。
そう、今のはちょっとあんまり良くない。あー、え、誰、私、え、ちょ、近くない、本当に無理じゃないこれ。これは一人、あのナイトのこう、ナイトのあれを持ってく係必要だな。ナイトのあれを持ってく係が必要だ。全然回させてくれんな、あそこの発電機。こんな全員係で行ってるのに、全員係で行ってるのに。今日の一発目ですよ、このマッチ。今日の一発目です。お、ナイス。あ、切られたんか。今日の一発目なんだけどな、なんでこんなに時間かかんだ。時間かかるんだろうな、本当に。半時間ポンポン。まずスタートが遅かったのもありますね。ああ、そっか、はじめちょっとあれか、喋ってたもんな。あ、いいねいいねいいね。そう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 、今です。呼び声かなんかついてる、あれ。切られていく。しかしそれ以上追ってこないんだよな。あ、いいね、あっちはあっちで負傷状態で攻めてますね、みんちゃん。いいよ、早めの早めの離脱。いいよ、いいよー。うん、いやでもこれ、この状態で今無理やり行くと絶対な、事故るんだよなこれ。無理やり行くと事故るんですよ。あ、いや、ビルジいいね、右側いいペース進んで、いいペースで回ってる。右側いいペースで回ってます。この2台めっちゃ近いか、これはどっちかね。オッケー。いいよ。ほっ。そう、ここで。お、ナイスナイスナイス。これに焦るんじゃない。蹴る。めっちゃ蹴るやん、あそこの発電機。あっち行ったな。よし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 、こっち引っ張れてる、引っ張れてる、引っ張れてる。いいのかい、ミスってるよ、当たってないよ。もうすぐアサシンも終わる。あなたの後ろか、わた
いやいやいや、あっち着く、あっち着く、これであっち着く、あっしゃいしゃい、よし、ナイスナイスっすはじけるね。ナイトとマーちゃんとは部屋が長くて長くて。ハモナー！いやでもナイトもこうやって動けばある。痛い！いやこうやって動けばいいんか。ナイト使うとき。なるほどな。もうあそこから解き放たれたナイトは追ってくるよねー。あ、いいねいいね、ナイスナイスナイス。あっちもう一台これつくよ。やーチャンスー、よしよしよしこーやりました。ついについに通電しました。ナイトあんまりあそこから離れなかったからね、だから残ってましたね板が。あのアサシンだから大丈夫です。ここ行くよ、よし、そのまま行くよ、さんを見捨ててるんだいやいやいや、この状況で。あ、オッケー。なんかドクドク言ってっけど、どこにいるんだろう。あれ、あ、そっか、アドレナリンだ。アドレナリンおじさんだった私。アドレナリンおじさんだった。あ、それはまずい。ナイスナイスナイス、おじいちゃんナイス、おじいちゃんナイス。全員負傷だが、全員負傷だが、いけるか、いけるのか。あとはどこ行くよ、どうせちっぽいので出社ビンタ。もうみんな行く。どうせちっぽいので出社ビンタ。よしよし、あ、出てる出てる、あっち出てるわ。オッケーオッケーオッケー、ナイスー。あ、いい、ありがとうみんな。あ、ちょ、あのじじい、あのじじい、おやめろ、それ以上の屈伸はやめるんだ。じじい出れた。あー長かったけど楽しかったな。1318ポコポコさんいってらっしゃいダオさん、1318グ、あーい、ダオさんグ、ありがとうございます。1311ポコポコさんいってらっしゃい。ハルシカさん、長い試合だったわね。ね、ハルシカさん長い試合だった、グアドブース。誰だこれ、フェンミンか。お、イージーとか言うんじゃないよ全然イージーではなかったわイージーではなかった。隠ればなしやったか、だからか、呼び声でしょ。あ、お楽しみに。あ、雲もあったんか、なるほど。な、だからなんか、なんか早くねって思ってた、そういうことか。検診0811、長かったですね。ねえ、検診さん、ちょっと長かったよね。でも楽かったわ。グッ、ありがとうございます。ハルシカポンポン、朝から強気なサバ多いな。ダオさん、エースすごいスースー。
ね、強気な様多かったね。あ、楽しかった。体が熱い、カッカしやすさ、カッカでもほぐれ、カッカ鼻かみまーす。ダオさん、カッカ、ハルシカポンポン、いつにも増して発言が謎いわね。そうでしょ、それは寝不足のせいだと思います。寝不足とこうお休みのこのダブルパンチ。ダブルパンチなんかこれ。だそうだと思う。寝不足とお休みっていうこのテンションが上がることがね、重なってんので。だからかな。あれ今俺なんか話しようと思ったけど忘れちった。何の話しようとしたっけ。あ、昨日判明したことがあるんですよ。昨日判明したことがあって、あのね、僕ね、耳鼻科に行った方がいいっていう、結論になったんですけど、みんなあるこの鼻、なんか鼻の中にこうかさぶたみたいなのができて、こう押すと痛いんですよ。あ、今は大丈夫だな、もう治ったかな。押すと痛いかさぶたみたいなのができることがあって、1318、昨日判明したんですか、それ。そう、判明したんですよ。それが病気だっていうことが判明したんですよ。鼻の中になんかかさぶたみたいなのができて押すと痛いんですけど、で鼻とか噛むとなんかこうちょっと血が混じってるんですね。その血って言ってもそのな、流血した血じゃなくてかさぶたからの血みたいながこう鼻かむとよく混じってたんですけど、でこのそのかさぶたみたいなの、デブデブ029、蓄膿症。あー、蓄膿症とはまた別なんだよな。今さらむしろ言ってないことにびっくり。いや、これがしばらく時間が経つと治るんですよ。もっと前から我々は鼻声鼻づまり心配してたのに。いや、あのね、これ鼻声鼻づまりとはまた別。あ、でも鼻声、そうだな、鼻声鼻づまりな、それもあるし、やっぱり耳鼻科行った方がいいよね。でそのなんかかさぶたみたいなのつ治るんですよ、時間経つとしばらく置いとくと。こうそーっと、そーっと、そーっと置いとくと治るんですけど、また気づいたらまたできてるんですよ、違う場所とかに。ダオさん、こっちにあったのがついこっちになったりとか。副鼻炎っていうかな、なんとか炎だから副鼻炎かもしれない。でひどくなったら手術しなあかんよっていう。そんなこれ病気だったんですねって話を昨日しました。はい、やっぱ鼻声鼻詰まりって耳鼻科行った方がいいです。1318、鼻の粘膜が異変あることには変わりないので今日お休みだから行くべし。デブデブ029、脅されてるだけ。マクミアイセとサーバケーションピットで耳鼻科か。あ、でも行くのなら、行くんならそうだな、今日か。なんで離れた今、なんで離れたんですか。なんであなた、しかも木曜日って医者休み応援ちゃうか。あ、来週行くわ、来週。リスク低減、ゆかちこ、トリマ木曜休診日多いからググれ。来週これ約束します。来週絶対行きますわ。来週の水曜日。あのね、昨日の夜、あの
知ったというか発表があったというかオーナーから言われたんですけど、来週お店のシフトがちょっと変わってて、月カーとオーナー夫婦がいないんですよ。だから水曜休診も多いから取りまずぶれ。あ、水曜休診も多いの、マジか、マジか。そうだな、じゃあとりあえずググるか。このマッチ終わったら一回ググるわ。そうで来週なんですが、火曜日、ゆかちこ医療系は水休診費用い。あれこれもしや、あ、まあちゃんとスカルだ。あー、ちゃんとあの発電機のとこに置いたい。わー、これまた、これまた長い戦いが始まるんじゃないか。なら今日行け。来週の水曜日か。今日はもうゆっくりする日って決めてたから。んで、あの板は絶対後で使うから、多分こっちまで来たら終われないんよ。まあ、回復手段もないんですが、あ、終われないでしょ。回復手段もないけども、あそこの発電機結構キー発電機っぽいな。はじけるラムネ、今日の福井は長期戦となるでしょう。いや本当にそれよ。わあ、これは長いよ。これはちょっとアフターケアつなぎてー、アフターケアつなぎてー、つなぐわ。あの子と、あの子と行くよ、つながります。ナイス。嘘でしょ、そっち。ダメだよ、そっちはダメだよ。グー、終わった、高カロリーキラー増えたわね。終わったこのマッチ終わった、マジか。お、ナイス血族。90来たけど私傷ついてるからな。いいよ、行って、私の代わりに行って、もうちょっと近くまで行って、もうちょっと行って、行って、私絶対抜くから、行って、釣り交換して、だー、無理だーダメだー、これはどうしようかな。ナイスだ。はじけんラムネ、私も昨日発電機固まってやられた。1318、ゆかちこさん行ってらっしゃい。ハルシカポンポン、行ってらさい。検診0811、ゆかちこさん行ってらっしゃい。いやー、でもこのハルシカポンポン、ゆかちこさん行ってらっしゃい。ってなると、あそこの発電機もちょっと違うな。みんなありがとう。やらせ。よし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 。じゃあゆかちこさん、今日も一日良い一日になりますように。いってらっしゃいです。よしよし、3人つながった。これであそこの発電機、そうだよな。ダオさん、行ってらっしゃいませ。問題はここからなんだよな。追わないよね。
さあ行くよ、弾けるラムネ。サブスクありがとう、全員行くなー。はい、ラムネさん、サブスクありがとうございます。6ヶ月連続サブスク、え、累計6ヶ月サブスクありがとうございます。原神0811ナイスサブスグー、ハルシカポンポンナイサブー、ダオさん。あ、なかった、いた。1318ラムネさんナイサブー。もう一人、どこ行った？お願いしていいですか。あっす、ナイスサブスグー。弾けるラムネラジオにして交換してきます。何よ、ダイ、あ、タイヤ交換か。君はまだ、君も行くようにならないかい。君も行くように、待ちなさい、君も行くようにならないかい。君も、ちょ、待って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 、いで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 、ハルシカポンポン、断る。いでいでいで、ちょ、やらして、やらせて。いや、ちょちょ、アフターケアなんですよ。アフターケアお願いだから、お願いだからやらして。え？アフターケアだから、お願いだから、回復させて、繋がらせちゃう。ちょちょちょ、アフターケアだから。これが乗られんけ。あれ？ブレイキングダウン。ここそうだよね、多分そうなんよな。1318キラーといくよさんから逃げるねや。アフターケアだからと伝えておるのに。痛い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 。ここまで来ないね。ちょ、寝当たそう。ハルシカポンポン、やらせて言って頼み方に問題あったね。いや、こっちも1318、たまに絶対起用させてくれないマンいますよね。ちょ、ねえ、おいでおいでおいで、おいで。よしやっとこれで君も行くようですね。君も行くようになりましたね。こうやって気づいてくれただろうか、私がなぜ回復をしたかったか。ダオさん、江戸とはありがとう。よし、ハルシカポンポン、江戸。ここにいる。あ、ちょっと待って、これまずいかも。あ、これまずいかも。これまずいまずいまずい。待機モードに。まずは待機モードに。いや、これ意外と、あの位置だと。1318、頼み方がエドすぎた。あれ？あの状態じゃ無理なんだったっけ？あの状態じゃ触れないんだったっけ？あ、この状態で触れるんだな。いや、絶対俺見られてたよね。絶対追ってこないよな。あっちもちょっとしか待ってない。これは試合長いですね。これは試合が長い。だが俺は諦め、わーお、ちょっと待って、一人かけるとやばいんだよ。これ4人いなきゃいけないんだよ。1318、我慢比べですね。我慢比べですね。で、これ
あ、入ってる入ってる。探知範囲に入ってる。ルルルルルル。このギリギリを攻める行くよ。いける？おお、ギリギリ。むしろこれ入ってるのではないかと思うぐらいギリギリだ。さあ、レディセット。どう？危ない。ああ、ごめんなさい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 、すいませんでした。すいませんでした。レディ？いや、まだだな。これまだだ。まだです。これまだなんですよ。ここで焦っていくと、今一瞬だけなんか進まんかったゲージ。レディ？セット。サーチモード入ったな。ほっ。ほっ。いいよ。あっちとこっちで回せるよ。めぐったん大丈夫？あ、いいよ、シェリ、あ、でもシェリルラストなんだよな、シェリルラストなんだよ、シェリルやられたらまずいんだよな、シェリルやられた、お、ナイス、ナイスデッハ、ナイスデッハだけど多分これ追い切るよね、追い切ると思うんだよな、もう板全部使っていい、全部使っていい、全部使えばいい。ちょ、回しといてそれ。俺シェリル助けてくるわ。いやー、そっちじゃない。おはようございます。安定のドブドやな。あー、レモンハートさん、おはようございます。おかえりなさい。よし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 、シェリル、もういい、もう大丈夫だ、もう大丈夫だから、もう大丈夫だ。シェリル助けに来たぜ。オッケー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 。あそこで一人、あそこで一人しゃがんで、あの人大丈夫か、見つかってないか、見つかってないならいい、見つかってないならいいよ。残り1台まで来た。あぶねえ。ここでシェリル落とされてたらまずかったもんな今。よしよしよし、進んでますよ、進んでます。セキュー行こう。やっぱこのアフターケア強え。あの子だけあの激戦区に、激戦区に置いてかれてる。メグライアン。あ、でもそこ、そこの発電機、あ、えー、ダイス救助。シェリルはやらせん。なんたってシェリルはラストだから。あっち二人行ったから、 あれはそれぞれ回復できるやつだな。あっとー、そっちダウンはまずいんだよな。ギリギリを攻め、あ、やっちった。あそこ回させてくれんな。しかしあの人は今、
そう、ドローンに頼り切っている様子だから、このドローンの隙間を塗って、わーお、戻ってきた。食らうならここで。うわあ、なぜ、あれ、もしや、もしや、もしや、あなた、あれ、あれ持ってる、あれ持ってる、あ、一番の先輩しました。一番の先輩しました。お楽しみ持ってた、お楽しみ持ってた。あ、まずい、ごめんよ、お楽しみ持ってた。1318、早かったね、早かったよね、お楽しみかな。あ、あー、これは、あ、ここまだまだ、ここなら、そこ発電機と、あっちに1台やったっけ、と、もう1台があっちか、あっちの奥か。ありがとう。全然見えません。キラーの位置、あっちにいるわ。オッケー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 。いやー、ここ行ける。ここ行ける。なあ、どうしよっか。これどうしよっかな。ちょ、お願い。もうちょい君も行くように。よしよしよし。これで繋がったな。繋がりましたね。シェリュル、さあ、最高。いや、でもみんなすごいな、スカルマーちゃんとこんなうま、どこ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 、おどこかで、どこかで歯車が狂うんですよ。どこかでね。その歯車、もう我慢、我慢ですね。まあ、さっき。最近すぐ諦めちゃう人いるのに、みんな諦めてないのが素晴らしい。まだ俺たちはやれる。俺たちはやれるんだ。さっき俺のボンミス、先般で一回切って、危険になったけど、めっちゃ危険な状況になったけど、いや、でもこれ一人でもかけたらもうやばいと思うんだよな。これどうすんのが一番いいんだ。でもこれ待つのがいいよね。今は行かない方がいいよね。あ、それまずいかも。痛い。あー、でもやっぱここまでは追ってこないんだな。いいよ、ナイスース。あー、シェリル、シェリルこっちだ。シェリル、そっちは追われるよ。そっちは追われる。シェリル、そっちは追われるんだ。オッケー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 。シェリルはやめてあげて。シェリルはやめてあげてください。僕ならもう一回余裕があるからいいけども、シェリルはやめてあげて。ありがとう。
いやでもこうアフターケアが強いな、やっぱりこうみんなでつながれるのが強い。でこれをどうしていいかまだ未だに俺は分かってない。それ入ったらそうなるでしょ。でこうなるでしょ。1318これは慎重にじりじり行くしかないですね。やはりだからここでこのギリギリレディーセット。帰ってきたわ。あやばい、レディー、あーやばい、セゴー。ちょっとまずはここで、あーついに一人持ってかれた。ついに一人持ってかれてしまった。あーニュードローン、あれ持ってかれてしまった。でこんな時にセルケアのない私たち、あシェリル、あなたには今私の位置が見えていますか。あそうだメグライアン、そうだった、シェリルはやめてあげて。あダメだこれ間に合わないよね、私の方は追わない、追うと見せかけて追わない。なあもう大胆に行きますよ、私は大胆に大胆に。もう大胆です。あそこにいるな、ハゲ頭スキャニングされてるわ、ハゲ頭がすちょっと待ってよ、シェリル、そうだな、ここでつけちゃダメなんだな、あのドローン場所わかるから。ここでドローンつけてるとあれなんだ、今行くから回復が終わったぐらいに行くから待っていててください。物陰に一度隠れるこの忍者走りで、嘘です、もう一歩こっち、そっちから来るなんて思いもよらないじゃん、そっちから来るなんて思いもよらないんです、すいませんでした、ごめんよシェリル。見つかっているかいシェリル。あーシェリル、見つかってしまった。あざした、ナムです。いや長い戦いだった。まだ今日2マッチしかしてないよ、2マッチしかしてなくてもうすでに1時間。ハスオンゴフロムデージュムプカトチガメ、あーいちさんナイスジャンプキャッチゲーム、また長い試合だった、ね、また長い試合だった。ハルシカさんナムグ、ありがとうございます。いちさんライファイでした、グナム、ありがとうございます。
長い試合だったな。これか、これがスカルマーちゃんとかどうのこうの言ってるやつか。あれ雲、あーやっぱ最後のお楽しみあったわ。へえ、あーなんかこんなあるんだ。へえ、はあ、え早くね。はいはいはい、まだまだ早い、まだ早い。ケンシンさん、ナムナムングアウス。高田さん、グーありがとうございます。にオーバーチャージな。いやー長い戦いだった。1318、病院検索するのでは。そうそうです、それです。まず病院です。床範囲内に入った戦車のオーラが6秒見。へえ、ドローンの床範囲内戦車の病気を防ぐタスクを。はあ、これか。高度移動予測プログラム、信号雑音発生器。まあ、かっこいいな、アドモンが。ジジイ。そうで、来週は水木とお休みなんで、その水曜日にやっと行ける、やっと行けるカレー屋さんがあるんですよ。カレー屋さんっていうか喫茶店なんだけど、そこに行って耳鼻科行ってこようかなと思っております。で、その耳鼻科探しを今からねやらなければと。しなやか男子する？いや、キラーするか。クラウンかピックかハントレス。クラウンかアマンダさんかハントレス。福井耳鼻科水曜日。あ、でも近くに結構あるな耳鼻科。口コミ、え、こういうのを探すときってさ、口コミとか見るの？それとも人に、あの福井に住んでる誰かに聞いた方がいい？行くよさん、聞いて。誰かに言いたくて、はい、三浦大知さんのライブ当たった、嬉しい。マジ？おめでとうございます、すごい。いいな、ライブ当たったんすか。いいね、いいですね。健信さんすごい、おめでとうございます。どこどこ、どこであるの？どこであるんすか？ダオさん、パチパチパチ。もう耳鼻科は後でいいや。クラウン、アマンダ、ハントレス。クラウン、アマンダ、ハントレス。すぐクラウンにしようとする。ハルシカボンボン、聞けるなら評判くらい聞いてもいいんじゃないの。検診0811、大阪グランキューブです。お、大阪で、大阪グランキューブ、ほえー。いや、いいですね。大阪グランキューブ。検診0811、ありがとうございます。これじゃないな。画像。へえ、へえ。国際会議場。はあ、あ、すごい。あ、いいねー。あ、めっちゃいいじゃん。
え、結構春日ポンポン、ただ田舎だと評判のいい病院かかろう思ったら5時間待ちとかだらやで。あーなー、そうだよな、混んでるんよな、いい病院は、いい病院は混んでるんですよそうなんですよ、混み込みなんだよな。1318、さらっと口コミ見ときましょう。さらっと見ておく。いやでもね、福井の耳鼻科だったらどこだったっけな。いや、いつもあの、いつもというか子供の頃行ってた耳鼻科が駅前の方にあるんだけど、もう名前は忘れたよな。1318、鼻の粘膜は感染のリスクあるから早めに行きましょう。よし、じゃあ来週行きます。来週水曜日はもう絶対に行きます。ここで言っとくから、もう行くしかなくなるから行くここで言っといて、もう行くしかないようにしといて行く、この計画で行きたいと思います。あれ、これ何だったっけな、誰でやってたっけ。あ、レイスでもやってたな。レイスのどっかに。それを後回しというのでは。え、来週、いや今日はもう、今日は予定もう組めないから来週の水曜日にそのカレー食べに行くのと一緒にあの行く。これだ、もう異形の祭壇だ、異形の祭壇と、あ、これだ、マイブレだ、異形の祭壇とマイブレ。異形の祭壇、異形の祭壇、悶絶フック、異形の祭壇、悶絶フック、あれ持ってない、異形の祭壇持ってない、あらー、マイブレは、あ、持ってないな、マイブレは、マイブレ持ってないな何も持ってないな2つがないからうーんとか言ってたんか。闇との対面クラウンしようかな。闇との対面クラウンってな、あ、来た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 、あと前触れ来ると嬉しいんだけど、あ、そしてお腹が痛くなってきた。いや、これは我慢だな。我慢して、10時まで我慢して、その後に、トイレ行こう。トイレ休憩挟んで、エイペックスしようと思います。その流れで、その流れで行こう。とりあえずこれで行くか。今んとこまだ、でも40分あんの、あと。いやー、やってみないとわからない。40分はちょっと我慢してみないとわかりませんね。ダメだったら行く、途中で。ダメだったら途中で行く。結構あるよ。そう、今びっくりした。結構あった。で、これ我慢できる痛さだと思うんだ。これ我慢できる痛さだと思う。我慢できるか俺。本当に。セイロガンをどうぞ。ハルシカポンポン。セーフ中に何来たらどうするの？セイロガンはだい、その痛さじゃない。その痛さじゃないから大丈夫です。
チェイス中に波来たらもう究極の二択だよね。チェイスを取るか波を取るのか、チェイスを取るのか波を取るのか、それは何とも言えないんだけど。行ってきた方がいいかな。いやでもな、これ100レベル100あるとするじゃないですか、波のレベル。春シカポンポン面白そう。今あの1回今40ぐらいまで上がったんだけど、今15ぐらいに下がった。今の波は15ぐらいです。だから行っちゃおうかな、行っちゃおうかな、行っちゃおうかな。ということで闇との対面食らう。オーバーチャー破滅ガング、ここに闇との対面。あー待って待って待って、呪術ちょっと待って、危ないかもしれないこんなこと言ってたらこんなこと言ってられない。え、春しかポンポン乗るしかねえこのビッグウェーブに。しとりあえずなんか陽一を守るか、やっとツイッチとか書いてあったけど、そんなのは1318悶絶のエクヨさんが見れる。闇との対面で破滅は、破滅をちょ、あズサニックにして、対面玩具お楽しみ。対面玩具、なんか欲しいな、なんか欲しい、なんか発電機守れる。やっぱ悶絶ですか。悶絶ならここ、悶絶ならここ、たまわりもですか。悶絶たまわり、もう悶絶、あちょっと待って、あ35波35、ああ引いたわ5 やばいかもしれない。ちょっと待って、開始前にこれはやばいかもしれない。1318危ねえ、一瞬30がね、あ爆発的に上がるんですね、波って。ファンツファンって上がって、今スーってなったけど、ハルシカポンポン通知報告するのくさ。危ねえ、今55です、だいぶ下がった。波5のクラウンいきます。また波が上がってきたら、また波上がってきたら報告しますね。今は5です、まだ5、5をキープしてる今のとこ、5をキープ。春シカポンポン報告されてもやな、1318マガオわらわら。今は5です。いやむしろ3ぐらいも減ってきて、オーモンド、オーモンド山のパドルズ組んでいきまーす、いこう。来たわあそこに。ほっ。何？君はオブセッションかい？君はオブセッションなのかい？よいしょあそこに行こう。いやちょうど一発目釣れたわ、いいとこに。1318ナイス先回り。そこは別についてもいいか。
春しかポンポン、いい感じのとこまで来て100来るんですね。わかります。あ、今飛んでなかったカラス。ダブルモレルの悲鳴が聞こえたな。ほっ、何それ倒すでしょ。よいしょ。さっきのあのキャーってなんだ。あれか、闇との対面で叫んだのか。ほい、誰か叫んでたな。だけこれより回ってる発電機はどっかにあるってことだな。真ん中見に行きまーす。結構回ってんじゃん。歩いたね。いや歩いてないわ、走ったね。足跡が消えてるね。あるね。また触ったね。開けちゃおうかな。よいしょー、ガングです。ガングなんですよ。ガングなんですよ。ガングで今心音分かんなかったでしょきっと。ほい、今いたな。はい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 、一発いただきます。すぐ追います。あと2瓶。あと1瓶。よいしょあれ、え、あれ、なんかいい感じでいってると思ってたんだけど、あと1台なんだが、あれ、なんかおかしくない。あれ、いい感じでいってると思ってたんだけど、あと1台、あと1台なんだよ。あら、いつの間にあと1台。え、しかもこれもう回るやん。丸くね、もう。丸くね。なきゃいけないな。
あれ？あれ？いなくなってる。あれいない。あ、やばい。あ、これはまずいですね。いるやん、やっぱりあそこに。煙通り抜けてきた。煙通り抜けました。あー、うまいー。闇との対面壊されちゃった。 あんなとこに一人いた。しかし今それどころじゃないんですよ。よいしょ。ここまではいいんだが、間に合うかな。間に合ってくれ、お願いします。間に合わんかった。間に合わなんだ。間に合わなんだか。何の音？何の音？何？あー、君は持っていくよ、漏れちゃう。よく見たら、これ4人とも漏れるじゃないか。4人とも漏れるだったわ。いつの間にか4人とも漏れるだった。ハルシカポンポン、今気づいたの？今気づいた。4漏れるだった。なんか漏れるばっかだなと思ってたら4漏れるだった。チャレンジ選ぶの忘れてた。ありがとうございました。1318グ。あー、お米ちゃんが、あー、13グエツです。あー、そして朝ごはんも食べなきゃな。漏れる、漏れる、漏れる、漏れる。ありがとうございました。4漏れるだった。ハルシカポンポン、一作。ナムーン。はーい、ハルシカさん、一作ナムーン。ありがとうございます。俺、何をしてたんだっけ？2人しか攻撃してないの。こんだけやって2人しか声してないの。それが中毒状態じゃなかったってことか。難しいね、DVD。ハルシカポンポン、お目目がかゆくてつらみだわ。あら、花粉？今花粉あれでしょ、杉からヒノキに移ってきてるんでしょ、今。ヒノキ花粉だよね、確か。ちょっと鼻一発噛んできますね。1318、波は完全に引いてしまわれたのでしょうか。確かに波引きましたわ。波引いた。ハルシカポンポン、ステイサムかわいそう。いや、5のとこ今こう漂ってますね。
今5のところで4だって。タバコ買ってきますね。すぐ戻ります。あ、了解です。じゃあ朝ごはん食べちゃおうかな。どうしよう。これトースターしたいんよな。ちょっと焼きたいんよな。ハルシカポンポン、引いたら引いたで困るくないか。引いたら引いたで困る。次の波はいつ来るのだという。1318、ケンシンさん行ってらっしゃい。ケンシンさん気をつけてね。行ってらっしゃいで。もし帰ってきただけ配信が終わってたとしても、それはエペをする前の準備です。はい、エペはします。12時ぐらいまで配信はやります。途中一回ちょっとだけ止めるけど。ベンピニス、ミスターベンピニス、検診0811行ってきます。了解です。あ、いい。だからゆっくり気をつけてね。行ってらっしゃいで。もう一回クラウン、もう一回クラウン行くか。おー、闇との対面別にいらんな。ガングも、ガング別にいらんな。でかいもんな、体。ガングが別に、ペンティメント?対面ペンティ、なんでやねん。何がいいかな。だ、呪術があんまり、呪術があんまりかな。がもう まやかしとは違ったな。まやかしつけてもうガンガン、もうガンガン追い込む。もう一人一人のチェイスをこうガンガン追い込むクラウンで、これをこれをズサニクですよ。ズサニクまやかしで、ズサニクまやかし、あれは何だったっけな。あれは何だったっけな。お楽しみ、お楽しみ、お楽しみ、お楽しみつけて、もうほんと、もう目の前のサバを一人一人やっつけてくクラウン。遅延効果、遅延パーク、そんなものはねえ、そんなものはねえと。はい、お楽しみ、ズサニクまやかしで、何しよっかな。サージしよっか。で、不正復活性のカプダザ16メートル以内の保護線の殺人鬼のオーラが見えるようになる。スニアでガス充満配合、スニアトニックの解毒剤、ヒスニエルトニックをガス状まで。中毒に防衛上速度低下 4% 追加される。中毒になると重症状態になる。ボトル利用中の移動速度、ボトル利用、いやー、まあ、でももう1本追加、持ち運べる1本、ボトル投げのクールダウンが 50%。 これ何がいいのかな、何がいいのだい。あ、目くらまし効果30秒間長い、いですね、いいですね。目くらまし好きですよ。で、ね、これでいい。あ、ちょ、25まで上がってきた。25まで、あ、ちょっと待って。あー、4510まで降りました。10まで降りた。10になった結局。さあね、ということで DVD ラストマッチかな。 DVD のラストマッチいきたいと思います。早くね。1318降りちゃったか。いや、これは間に合うな、間に合うわ、このマッチいけるな。なんか強そう、なんか強そう。いや、ここで強そうとか言って、あれしちゃダメなんですよ。
これ強そうとか言ってたらダメなんですよね。ホットキー変えようこのタイミングでこれをこれにしてこれをこうする。 OK。 あれ？あー、こうなっちゃうか。まあいいか。まあいいや。あんま見てなかった大丈夫かな。あ、ほら初めからになっちゃうんか。でも今いじるべきじゃねえな。今いじるべきじゃない。よし、じゃあラストマッチ行きたいと思います。よろしくお願いします。早くない？もうこんな時間。やっぱ開始のあの2マッチが、開始2マッチがすごいあれやったね。なんかあれで一気になんか飛んだわ。今日は時間が飛んだ。さだやるバックウォータースワンプ、おぞましい超パドルズくんいきまーす。いるやん、早速そこに。ってことはあそこにもいるな。こっちにいるか。絶対一人はこの付近。あ、やばい。40、42です。あ、47、いたわ、見つけた、俺の獲物だ。いいだろう、我が親友。ハルシカポンポン、もう一声。あ、もう倒してくるの。よし、今20まで下がった。20まで下がりましたよ。20まで下がった。ハルシカポンポン、あ、15まで来た、15まで。え？あれ？どこ行った今？いたよな。ズサ肉おじさんだよ。いない？あれ、一人いなくなっちゃった。こんなとこにフック生成されたっけ？あ、今いたな。
まやかしおじさんだよ。まやかしおじさんだよ。え、どこ？あれ？ネアが煮つじめ。ネアが煮つじめ。あそこなら別に問題はないな。まやかしおじさん、行きまーす。え、どこ行った？ねえ、いないな。アダムもいなくなったな。あら、誰もいない。オブセッションが消えたから、これで誰切ったってお楽しみが、お楽しみトークンたまるおじさんじゃない。アダムー、あーじゃあジェイクか。ちょお願い。よいしょー。あれ、お楽しみたまらんくない？なぜだ、なぜですか？やっぱり4人と3人が全然違いすぎて、あっちそろそろやばそう。あーはあ、どうせ2人でいるんでしょう、二人で仲良くやってるんでしょう。よいしょ。一発、あら、倒さない。まっすぐ行けよ、私は。君は最後だから、あの端っこに連れてってあげよう。いや、これ端っこじゃない方がよかった。あ、いいか。いや、大丈夫。オッケー。来たわ、そこに。ジェイクがいたわ。なんかシャドウ、シャドウですか？シャドウバース？いた。
あなたを、あなたを追います。なして、はい、行きました。まやかしおじさん、よいしょ、あっしゃい、一発だ。よいしょ、窓枠飛ぼうと思ったんか。そしたら前かしで飛べなかったんだな。わかる、わかるよ。ほ、あとはアダム。ちょっと俺アダム、アダム見た？アダム見てない説ない？いや結構回ってる。アダムこれ回してたな、ここ回してた説。アダム、はいや。上か。あ、いた。はいいんだが、アダムは？いや釣るか。釣ってこのマッチを終わらせて私はトイレに行かなきゃいけないんだよ。あ、でももう波がさ、もう2ぐらいまで下がっちゃった。いやでもこれは多分いつでも爆発できる2だと思うんですよ。いつでも爆発できる2だ、ただの2じゃない、いつでも爆発できる2。トイレに入ったらマイナスになりそう。マイナスになるかな。でも今ちょっとずつ、ちょっとずつもう準備始めてるから。ちょっとずつ今準備始めて、トイレに、トイレに行く準備をもう始めている私は。ハルシカポンポン、なんの？この波を、波を防がない準備を。いたよね、見えたんだよアダム。君の服は目立つからね。ああ、ちょっと君あれをつけてたね、ピクセルサングラスつけてた。アダム、アザシャー、あ、ピクセルグラス。まあ一人雷落ちちゃったからあれなんだけども、やっぱこれで、ね、やっぱ4人と3人でやっぱ全然違うよね。全然違う。だからキラーとしては早くその3人の状況に持っていきたい。グッ、ああ、やるしかない。全滅をグッ、あざっす。1人サラマンダー食らってたけど。
あんたかい、しかも。なんで、なんでサラマンダー海外だからか。まあいいか。まあまあまあ、これ一個進んだし、あざしゃ。ふそうだ、これの設定、あ、ここだ、これだ。で、こうすると、いや違うな、やっぱ違うな。何をやってるのかって、この音楽を一時停止また再生するボタンを設定してるんですけど、ミュート、ミュート解除、ミュー、え、再生し、組み合わせでトグルスイッチとして機能します。あ、こっちか。あ、こっちかもしれん。あ、ほらほら、オッケーオッケーオッケー、よし、できたいことができました。ということで、DVD、 今日の DVD はこの辺で一旦終わりにしようかなと思います。一度トイレ行きの、トイレ行きの、朝ごはん準備しの、配信の準備しの、ハルシカポンポン、エペか。そう、エペローかなと。なんか、シーズンがまた、ランクが一回リセットされて、またブロンズ4かららしい。初めて、前回はシルバーまで行きました。シャー！で、弾当たるようになったから、先生のおかげで。ついに今まで鬼のようなこのカーソルスピード DPI でやってたけど、ちゃんとあのいい DPI に設定してもらったから、頑張りたいと思います。あ、やばいやばいやばい、70 75 75 75、ちょっとやばい。続いていきますわ。78今78、プレデターはどうかを見てな。プレねえ、でもダイヤとかいけたらいいな、だいぶ遠いかな。はい、まあまた後ほどお会いしましょう。ということで一旦終わります。じゃあここまでの方も、今日も一日、良い一日になりますように。拝見でした。では、いってらっしゃいでーす。お疲れ様でした。はるしかと。はい、ラムレさん、お疲れ様でした。はるしかさん、またねー。10分後ぐらい。10分、15分。あ、やばいやばいやばい。89。ありがとうございます。また後でー。はじけるラムネ。わらわら。